今日の黒板の日直八十六番はどんな意味があったのか気になる。え黒板の日直？何ですかそれ？まだし何も知らなかった。<laughs> 何？こんばんは。土日の公演当たったよ。おにぎりも予約済み。お嬉しい。土日は私三公演ですね。十六の夜と十七の昼夜。お待ちしてまーす。今日も可愛い,い。ありがとう。 こんばんは今めっちゃめちゃお腹空いちゃって最近なんかお弁当をね全然食べれなくて時間がなくてやっぱ新公演になって全部最初から最後までリハーサルをしてユニットとかも含めて全部やってその後にメイクして髪の毛して。 みたいな着替えてとかやってるともうなんかご飯が食べれなくてお腹空すいちゃうめっちゃいつも完食してた私ですが最近全然完食できなくて悲しいですそれが DMM で見てたけどちゃんまなの歌声マジで綺麗だったえー、嬉しい なんかさ、この新公演ですごい、こう、見送りの時とかも、歌うまいねって褒めてくれたり、まなちゃんって歌こんな上手だったんだね、みたいな。新発見みたいな感じで言ってくれる人とかもたくさんいてうれしい。こんばんは。あ,とありがとう。リハーサル当初はすごいね。そう、だからもう、実質今日2公演やりました <laughs>。もうリハーサルからすごいたくさん、ね、汗をかいて、 すごいみんなでリハーサルもね頑張ってるのでだから昼夜の時とかもう3公演です <laughs> 3公演もう早朝昼夜公演、ね、でもすごいこの公演はとてもなんかこうやりがいのあるというかすごいダンスも歌もさボリューミーじゃないですかだからねすごい楽しい リバイバルとはまた違うこう楽しさがあるレインボーの星ありがとうモナちゃんがお弁当食べれないなんてピエーお弁当を食べたいあこのレインボーの星ありがとう日直の部分が名前じゃなくて座席86番で書かれてたのよあそうなの多分ね適当だと思う <laughs> 何の意味もないと思うよ多分適当かも こんばんばはゆきありがとうわかる歌安定してるえー、嬉しいほんとやったありがとうございますこんばんは練習練習中倒れないようにしていただけたら嬉しいです <laughs> すごい過保護過保護だあとありがとう土曜日はまなちゃん夜公演だけなのねそう昼が 日のか昼が日野で夜がマナです <laughs> 今日は仕事で DMM 見れなかったからアーカイブ始まったら見ますばっかりマナも今日はねあの DMM 禁じられてないから12時になったらすぐ見る <laughs> すぐに見るよってかさこの前さ帰ると一緒に見るから見ないでねって約束したじゃないですかっていう話をこの前したじゃん ここだけの話なんですけど。<laughs> まあ、見ちゃって。<laughs> 見ちゃいました、私。<laughs> そう、でも、結局一緒に見てないの。結局一緒に見ずに、バラバラに見たから、まあ。許されるよね。<laughs> だるまとハートありがとう。なんか。 お風呂入り終わって、布団に入ります。そしたなんか寝ぼけ、寝ぼけてて、いつものルーティーンなのね、マナの公演後のルーティーンで、こう12時になってお風呂、その、お風呂が先か DMM が先かは、まあ問わずなんですけど、まあ、ほとんどがこうお風呂入って DMM を見るみたいな。ルーティーンだから、なんか寝ぼけ、寝ぼけて見ちゃって、しかも最後まで見ちゃって。 やばいっしょ16日夜公演でやっと劇場で新公演見れるおっ16日は土曜日だよね土曜日お待ちしてますいやーよかった公演えう、ー、嬉しいハートもありがとうアーカイブ見てくださいこんばんはだからマナが DMM 見たことはこの前帰りにごまかしたのであの多分バレてないので。 こここのだけの話とということで <laughs> でもどうせ言うんでしょ知ってるよナな帰りのルームでさ、まなちゃん d m を見ちゃったんだって。でも、その話を帰りはどうせ覚えてないから、え何がですかとか言って。だから、絶対大丈夫。今日はずっとまなちゃん目で追ってた。え嬉しい。今日公演ちゃまな最高だった。え嬉しい。どこがですかどこが良かった特に。<laughs> 欲しがりだからさ、どこが良かったか気になる。 私も16日夜行くねお嬉しい待ってるね雪もありがとう愛なちゃん今日の公演もたくさん幸せありがとうイエーイまた来てね公演ハートイエイイエイすごいやっぱ斜め気になるみんなこれさモバイル充電をしてるからこうなっちゃうんだよねそんなわかんないみんなコメントしないってことはそんなわかんないかなんかこうやって喋ればいい あこれだったらまっすぐまだもしかして結構今体曲げてるんだけどプレゼントでふわふわの帽子送ったからよかったら使ってねー嬉しい届くの楽しみに待ってるね嬉しいそう今日もねこれファンの方から頂い,いて今日たまたまねストーリー載せたんだけどれいちゃんとねおたまたま本当にお揃いで来てすごいよね一緒にこれ着ようみたいな話したわけじゃなくたまたま一緒で それで、マ、ま、ナとレイちゃんが二人で、携帯見ながら喋ってたら、帰りが盗撮してきた。なんか、かわいいって言って <laughs>。お揃いなのかわいいとかって、盗撮してきた。しかもめちゃめちゃボサボサのすっぴんだよ。朝だから <laughs>。やばいよね。マナちゃん見たすぎて来週の公演投げることにした。お、嬉しい。マ、ま、ナもね、卒業まで、あと何回出れるかわからないので、お待ちしてます、公演。来れる時に来てください、ぜひ。ハットもありがとう。 またプレゼント送るからリクエストあったら言ってねえ嬉しい楽しみに待ってるねだってもうプレゼントとかもさもう1月で終わっちゃうわけでしょでもみんなからのそのプレゼン今までもらったプレゼントとかお手紙とかも大事に持っていくね <laughs> 大事にあのお手紙も毎回持ち帰ってねあの収納してるだから何か 大変な時とか読み返したりするね <laughs> あとプレゼントとかもさ来たりしながら <laughs> 頑張るねハートありがとう来週も公演投げますおありがとうございますこの間プレゼントスリッパ届いたからえー、届いてないまだ届いてない 楽しみに待ってるねてか聞いてみるね <laughs> スリッパ可愛い,いスリッパ届いてますかって可能な限り公園行くからええー、ありがとう嬉しいこんばんは可愛いのギフトとゆきありがとうそんな顔で見るなよ今日の好きじゃない嫌いなのかもしれないわマナとカエリとマリナさんそうなんと マリナさんと3人で「嫌いなのかもしれない」を披露しましたチーカワだったらマナキャラクターが好きえマナが唯一持ってるチーカワのグッズはあれあ <laughs> あのさ8割れみたいなやつの靴下持ってるそしたらたまたまねなんか夢とお揃いで買ったのお揃いで買って 履いていったらなんとその日たまたま果歩も全く同じ靴下が靴下を履いててすごくない運命だよね全く同じ靴下履いてた <laughs> まかないが一緒に歌うところが多くて泣きそうになったねそうそうなんです しかも歌詞がね「卒業までの残りの日々」「急に切なくなった」みたいな卒業の感じの、ね、歌詞もあったりしていい歌ですね蒸発した水分の歌うまかったえー嬉しいありがとうみんなマナが歌詞間違えないかヒヤヒヤしてるもしかして私は間違えません <laughs> 仕切りは忘れるかもしれないけどあの最後の締めの言葉とか忘れるかもしれないけど任せてくださいとか言ってどうしよう16間違えたらいや間違えません絶対に17の昼いきますお嬉しい見つけるねアピールして俺来たよって <laughs> アピールして絶妙な3人だった本当本ハありがとう 今日はアラサークラブ強制だったのが違うんですそれがそれが違うんですお楽しみに DMA も見てくださいぜひお楽しみになんか毎回そのセリフとか変えてるのでそこもね注目ポイントなんかマナ、ま、さそういうの結構割り当てられがちなんだよね冷蔵庫もさそのセリフセリフっていうか何アドリブのなんかこういうのがあったりさ今回も ちちっちゃいモンクラブの嫌いなのかもしれないでそういうセリフとかがあったりしてねっちいかわプレゼントするれ嬉しいありがとうあの別のソロパーツで泣いたあそうなのものあの別で「君が遠い町へ引っ越すなんて突然言い出すから」って歌ってる。 そうなんです私遠いところへ引っ越すので <laughs> はいマッチしてますねが私のソロパートですでもマナの家族も褒めてくれたそのソロパート「現地だと泣きそうで困るえ泣いてよ」<laughs> 泣いて泣いかわいいありがとう左腕や冷蔵庫してる時から歌うまいなーって思ってましたえー、そうなのもっと伝えてよ <laughs> ありがとう <laughs> そう思ってくれてたなんて知らなかったありがとうね今日はねそう珍しくまだハーフアップをしたこと本当にもう片手に数えられるぐらいしかないんですけどってかもう2回12回ぐらいしかないぐらい やってなくて今日はねハーフアップしてもらいましたやっぱヘアアレンジもねしてもらうあれが機会が減っていくのでもうできる限りヘアアレンジを楽しもうと思ってハーフアップをしていただきましたどうですかちょっともう今日すっごい頭振り回して踊ったからボサボサなんですけど可愛い,いとハートありがとうたくさんこんばんは あの別めっちゃまなちゃんコールしたえー、ありがとねこれからもよろしくねみんなまなちゃんコールこの段階でもうまいほんとねえ歌詞ね改めて歌がうまいと思い知らされたええー、しいもっと頑張ります蒸発した水分でちょっと泣いちゃったよーワーンワーンワン いい歌だよね蒸発した水分蒸発した水分ってカラオケいないのかなどうなんだろうだカラオケないのっていうコメントで思い出したけどねまだねあの有線のイヤホンはどっかなくしちゃってもうほんと10本目ぐらいでまななくしたのどこ行ったんですかねマナ、ま、のイヤホンは帰ってきてほしいですね <laughs> 本当になんか エアポッツとかはカラオケできるってできるんだけどなんか時差がすごくてずれちゃうんだよね <laughs> だからまた買ったらねやりたいと思います <laughs> ここに来てまなちゃんの歌のうまさが知られるようになってきて嬉しいね嬉しいイエーイ 君がい土日泣きます泣いて泣いてこんばんは。ハートありがとう。何その髪型めちゃくちゃかわいえ嬉しい。そう髪の毛もね、ちょっと伸びてきて。こんな巻き巻き方もできるようになって。なんかどうなってねどうなってるんですか、後ろ。まだ見えないんだよね、後ろに見えないか。どうどうなってるか教えて言葉で。何しても可愛い嬉しい。ハーハアッ、プ可愛い。ん。 なんかレアなな髪型しているなぁと思ったそうでしょハーフアップ本当に少ないの今までやった時ハーフアップめちゃくちゃわき散らかしたかわいすぎた頭抱えたえー、嬉しいみんな髪型とか見てくれてるんだねちゃんとほらそんな見てないかと思った <laughs> そうなの嬉しいえねえま今めっちゃ梅干し食べたい気分になった今梅干しまナな,ないわ梅食べたい 梅食べたいまだちっちゃい時から大好きなの梅梅食べたいかわいいありがとうハートもありがとうこんばんは季節ブロックで抱いてやっちゃ桜木町だったらまなちゃんがメンバーになってほしいえ任せて抱いてよてまだねコーラスの方が得意 これ大得意だから真顔で歌うの大得意なんか最近どんどん可愛くなるね嬉しいやったやったこれもう充電外していいかな外してみた リバイバル千手楽でまなちゃんコールでのぞやったけど今週末もまなちゃんコールでのぞやってきますはいいってらっしゃい <laughs> お願いしますそうまたなくしちゃったのまなこんばんは君がいマイク付きイヤホンなくしたのそうまな本当にもう10本ぐらいなくしてるそのたになんかお父さんに買ってもらって <laughs> 買ってもらってるエンちゃんまなきは清楚メイクでした、ね、そう、え、わかるそうなの、こんばんは日曜日また行くから楽しみにしてるありがとう日曜日は十七かなどっち昼夜どっちもこんばんは編み編みが後ろで結ばれてる 本当だ <laughs> 適当すぎほんとだ <laughs> 世界一可愛いのに卒業しちゃうのが残念ですピエン卒業しちゃいます1月ですでもなんか1月からさそのガッタファンの無料なんか難しい日本語無料 招待か無料招待が1月から始まるということでなんとびっくり私が卒業する月じゃないですかということで皆さんお知り合いとかねぜひ連れてきてくださいガッタファンの会員の方ぜひぜひ髪型重要だよそうなんだ髪型めちゃくちゃ見るアレンジ毎回楽しみですえー、そうなのじゃアレンジねちょっとヘアメイクさんにお任せお任せじゃないなんてなんだやってもらって。 結構髪型見てるよちゃんと見てるあそうなのこんばんはわっこれスパイマン大好きまずお顔を見るので髪型でハビていきますあそういうことね付属品としてねそうなんです愛菜、ま、ちゃんの「後で見てみたい」「後で僕だっていっぱいいっぱいキスをしたいけれど」 やらなくちゃいけないことまだ、あ、踊れるんだけどもうバッチリ準備 <laughs> バッチリなの準備は後でに、ね、選ばれる準備はほんとにま菜ちゃんのコーラスめちゃくちゃ見たい何コーラスって何ハっトありがとう何ま菜ちゃんのコーラスって何ゆき <laughs> ありがとう。 ハトもありがとう髪伸びたっしょ可愛くて大好きありがとうハートもありがとう早く DMM 見たい今でも iPhone についてきたマイク付きイヤホン使ってますけどいいなぁなくなっちゃったハートもありがとうプレゼントでイヤホンが大量に登録せずえイヤホンってさあれならプレゼントできるっけ 電化製品、イヤホンってイヤホンがさすぐなくしちゃうか線切れ切らしちゃうかどっちかハートありがとうまた美人になってるほんとわちゃごな愛菜ちゃんもみたいわちゃごなねわちゃごなあれだよねまナあの東京のコンサートで一回ね披露したよね ほんとすぐ忘れちゃうからさみんなサポートしてねマナのこと <laughs> みんなのが記憶力いいから新公演初日 DMM で見たけどマナちゃん歌うまいえう、ー、嬉しいなんかすごい歌褒めてくれてみんな嬉しいもう頑張れちゃうマナ <laughs> 今日の髪型好きえう、ー、嬉しいハーフアップ」珍しくしてみた。 ワイヤレスはねまの使ってるんだけどなんかカラオケ配信がねできないか「ライ <laughs> ンボーのおっしゃありがとう」こんばんは <laughs> リリカ様がお茶ごなとはね今日リリカが初日でおめでたいですねまだリリカと公演出たの初だからね嬉しい ゆきありがとうこんばんは今までマナのところでそのリバイバルとかやってくれてたから <laughs> マナちゃんのユニット歌詞が刺さって初日じわってたよじわってた <laughs> 今日も見つけてくれてありがとうイェイトゥ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 ーハートとレインボーの星とお手紙ありがとう けどなんでこんなに君が気になるんだろう卒業までの残りの日々急に切なくなったもしかしたら本当は君を好きだったかもしれないまなごと好きでしたか実は。 単純な性格なんだ3人の MC 好き嬉しい公演中まなちゃんと目合ったか不安になる時あるなんで不安になっちゃうの目合ったかもって思った時はね絶対合ってるんだよもう100%もう胸を張って <laughs> うん い,かがいきなり2番目に自己紹介してびっくりしたえう覚えてるってことみんなどそのポジションは何番目に自己紹介みたいな <laughs> 覚えてるのねお腹すいた何か食べたい音符と再リ用もありがとう「性格なんだ」 まーちゃんの歌声大好きですありがとうチャンチャクチャン公演お疲れ様でしたありがとうマナって何分から始めたか教えてください誰か愛しさがつなってく You l e 13分なるほど ありがおう。中すいちゃった。メスもらってドキドキしたよ。イェーイドキドキした。結婚してありがとう。ゃんちこちゃんみんなはこの公演の中でさ一番何の曲がこう沸いた セトリに入ってて <laughs> まなちゃんはどの座席に座っても見つけてくれるから嬉しい当たり前もう紫のサイリウム振ってくれてる方はもうね1ミリも逃さず <laughs> 噛んじゃったけど <laughs> 逃さず <laughs> 見つけます一人残らず「雪ありがとう」お茶粉「わちゃごな蒸発した水分」 サイリンもありがとう。「うちわが今どこで?どこで」「うちわがなどだるといる?「うちわがなど何をしようとしているんだろう?」「うちわがなどまた君を?」「うちわがなど思ってる」名前うちはもう見えてるうちはもうね見えるよ結構。<laughs> なんなんな。 今日負けは研究生演の思い出がたくさんあるから好きわかるなんか思い出すよねパーティー公演だってなんか誰かが言ってたんだけど1週間に6回ぐらい公演やってた時があったらしくて誰かが言うにはだからなんかその時期をね思い出すよね イデありがとう端っこでも見つけてくれるのほんとしい当たり前本当にあっ技巧でもうねいいよね絶望のあとだと今日負けあー絶望のあとでもめっちゃ好きなんだよね振りとかもそうだし曲曲自体も好きこんばんはわ世界はどこまであざなのかもいいねああああ 叫び続けよう僕の涙は流れない」のダンス好きえーわかるあれめっちゃなんか「僕の涙は流れない」のダンスは韓国の方が振り入れ振り付けしてくださったみたいでなんかこう足が長く見えるような振り付けだったりとかすごいねあって嬉しい。 お腹なっちゃった聞こえた <laughs> こんばんはお見送りで名前呼ばれるのが毎回ドキドキしてるえかわちいねドキドキしちゃってるのこんばんは 土地音がわかしがしめるちょっと今回の、ね、土地音がないですがそうですね土地音がいいですねあ七1週間に7回も女たちやってたんだって公演やばくない体力の塊じゃん <laughs> やばいねあれ9公演7公演か7公演かやばいね 初日公演の後すぐにアップルミュージックで思い出いっぱい公演プレイリスト作ったもん。え、まだも、セトリを覚えるのにプレイリスト作った。セトリがね、やっぱり、ま、今はもう完璧に覚えてるけど、やっぱ、最初の頃とかさ、なかなか覚えられなくて、プレイリストにしてた。花束ありがとう。くしゃみ。パ <laughs> ーくしゃみ出た。 今日,ね、今日負けのの時かかなくし,ゃみしたかったっでも止めてて今やっと出ました <laughs> 今日負けのくしゃみが今やっと出ました嬉しいだからなんかさ一瞬なんかくしゃみしそうな顔しちゃってたかなもしかしたら <laughs> なんか判明みたいなそれ見てたらちょっと恥ずかしいので秘密にしといてください 初日と今日でダンスの雰囲気変わったって個人的に思った。ああ、でもやっぱメンバーがこうちょくちょく変わったりするからかな。ね、この公演は結構ね、今後も、今後やる公演とかもそうだけど、結構人が変わるから、ね、そういうのも楽しめそうだよね。うちは見つけてくれてありがとう。こちらこそありがとう。うちは じゃじゃじゃだるまもありがとうかわいいもありがとう公演ごとでメンバー変わるのもその時しか見られないから面白いよねそう本当にその通り そうなんです昼夜で変わったりとかねうんばくなのでこれからもお楽しみに貧乏ンーの星もありがとう今日こそは絶対にメールを送るので <laughs> 今日は11時前に終わります絶対に送るそう決めた心に誓った いろんなマ菜ちゃんみたいからこうやたくさん行くね嬉しい待ってるねたくさん来てねマ菜ちゃんお目に焼き付けます焼き付けて怪しくないもう絶対に送る <laughs> 絶対に送るもう今日こそは本当に <laughs> 危ういかな あよい多分送ります <laughs> もう今日は多分送りますでもし来なかったら「愛菜、ま、ちゃんなんか梅干し買いに行ったんだな <laughs>」明日の朝来るから今日は寝よう」みたいな思ってください絶対に送る本当に。 こんばんばは違う詐欺師じゃないマナ詐欺じゃないマナ <laughs> ちゃんのメールサプライズでれてしい <laughs> ねえおもろいって絶対に本当に安心して心から本当に今日はじゃあ55分にあのさスクショしてさ終わろうよえこの前まださ 昨日か一昨日のメール届いたこれちゃんと届いたかなみたいな。届いたなんか承認される時とされない時があってさ。じゃマナはね、送ってる時もあるの、ちゃんと。こう配信後とかにさ。だけど承認されない時もあって。そうなん チャのメールしか取ってないからメール来るときえっ嬉しいんだけどもう絶対送る今日 <laughs> 安心してもんみんなまなちゃんシカだって嬉しいよねそんなこと聞いちゃったら <laughs> 毎日12時前くらいにメールボックスにまだメールが来ているか確認するのが日課になってる <laughs> ねえ絶対にじゃあ今日は本当に約束じゃあもう約束のスクショ取っていいよみんなはい絶対に約束取った取 <laughs> ったモネちゃんしか当たり前当たり前 マナちゃんシカですみんなまなちゃんシカになってくださいまなメール来ない日はその日寝れないから、ね、やばいじゃんもしさまなが今日さあメールって,思ってなってさ届かなかったら寝れないのみんな <laughs> こんばんは「朝一にこんばんはメール届く時あるもの」そうなのちょっとそれはさ しっかりしてほしいですね。ゆ <laughs> きありがとう。こんばんは。あ、初見の方だこんばんは。インスタグラムのフォローお願いします。<laughs> てかさ、聞いてよ。まなのさ。あの、踊ってみた動画あるじゃん。なんか。今、二点五万回再生とか。すごくない。びっくりしちゃった。すごいよね。なんか、バズったかも。 夜泣きする赤ちゃん <laughs> メール取ったのもバツフォローしたのもまなちゃんが初めてです、えー、嬉しいありがとね絶対に送るだるまとハートもありがとうね嬉しいよねでも最近ね踊ってみた動画撮れてすらないからいめっちゃおな鳴ってるんだけど今これはもう何か食べなきゃいけない まあお腹好きすぎるとさ寝れなくて本当に <laughs> あの動画好き嬉しいねもっとバズらせなきゃじゃあみんなもっとあの拡散とかねよろしくお願いしますみんなの拡散もう本当に大事「ワオワンのダンサー可愛かった可愛いいかわいいかつかっこよかったえ嬉しい見つけたこと消して 後いぽっきともうすぐな毎回ね公演前に振り入れして <laughs> 公演終わってからとか撮ってるま菜、あ、ちゃんのダンス動画めっちゃかっこいいえありがとう,うわ焼き芋いいね焼き芋美味しいよね あのさまだドン・キホーテの焼き芋めっちゃ甘くないすぐ食べれるからさありがたいよね <laughs> 自分でなんかさ蒸したりとかさできないからさありがたいよね <laughs> 焼き芋食べたいね確かに。 今お風呂上がりに食べるる予定ののセブンのみたらし団子を眺めてるえ今食べなよいいなあやっぱりダメまだ何も食べてないから <laughs> まだが今何か食べてたら許したけどまだ今お腹か空いてるからドンキに焼き芋出てるえ出てないなんか出てると,きところと出てないところがあるのかな そう美味しいのあんなに踊れるのに卒業だなんてもったいない,いやーでもそう思ってくれてありがとう嬉しい <laughs> ドンキの焼きも食べたことないんだよね明日買ってこようかなえいいねいいね感想を聞かせてめっちゃ美味しい <laughs> こうやって最近全然食べてたけど <laughs> 食べたの去年とか。 今年食べてない焼き芋ドンキホーテーだからまだ一1年前に食べたものを今おすすめしてます私はプリンをお風呂上がりに食べえっプリンで思い出したけどまだ最近モンブランにハマってて <laughs> モンブランにハマっちゃって美味しいコンビニで冷たい焼き芋とかもあるよねえーそうなのまナ知らないそれまなちゃんが卒業とかいまだに考えらんないねー わかるでもなんかちょっと最近まだ言えないんですけど実感することが起こってあその卒業をね自分卒業するんだっていう実感が起こった出来事があってちょっとまだ言えないので終えたら教えますこんばんはねお腹すいたやばいもう50パン50パだって50分になりますメールね忘れてないよまだ 今思い出したあそうだ焦がしキャラメルのような見つかるえあのねちょっと調べてほしいけど焦がしキャラメルミルクみたいなえまだコンビニじゃないのかまだどこで買ったんだっけどこですかまだ買ったの <laughs> 焦がしキャラメルミルクみたいなでもめっちゃまだ甘,甘党だから飲めたけど甘党じゃない人はちょっと甘いかもそうモンブランにはまって昨日も食べた メイクちゃんに最後のアイドル姿見せたいですかね見てほしいし見たいって言ってくれてるんだけどなかなかねおい曖昧すぎえだから焦がしキャラメルミルクっていう名前だよ商品名がそうなんちゃらかんちゃら牧場のやつそうそうそれそれおいしい高千穂さん高千穂牧場 焦がしキャラメルミルク以外の種類は何回も見かけてえなんでだろうレアなのかなモンブランはねセブンで買った昨日食べたやつはでもなんかセブンに限らず普通にモンブランが美味しいケーキ屋さんのモンブランとか昨日のはねセブンイレブンで買ったコンビニでは見たことない気がするえどこで買ったんだっけなスーパー あ五55分になったということでじゃあ壇上読みますメール送りたいので <laughs> はいということで <laughs> 読みます13位旅猫さん12位ヒンジさん11位ジャムのおじさんさん11位フロゴルファーさん9位ギリタンシオさん8位父ヤ T53 さん7位パピコさん6位ウサコさん5位しましまさん

ねえ間違えたじゃんもうメールメールって思ってたらカシャカシャじゃ今日はこのお花柄のあれなのでお花ポーズカシャあーハートとサイリンもありがとねマナ月額入ったお DMM かな嬉しい猫カシャ はい取れましたかねはい、ということで私はメールを送りたいのでそろそろ <laughs> 配信終わりたいと思いますはいかわいいありがとうあのメールが届き次第 DMM 見てください <laughs> もし届かなかった場合も DMM 見てください私は絶対にこの後メールを書く作業をします はい、サイリンもありがとうということではい、期待していてください <laughs> ゆっくり休んでのありがとうねじゃあ、お風呂入ってきますお風呂お風呂じゃないメール <laughs> 違う忘れてないメールを送りたいと思いますのでメール終わったら、お風呂に入ります <laughs> お風呂入る気満々だったよね、今 はいということでメールを送ってからあのお風呂に向かいたいと思います <laughs> じゃあ忘れてるわけじゃないよはいということでねえじゃあ11時までやってみようかなちょっとそれは危ないかなはいということでねこうやってメールも楽しみにしてくださる方もい,いらっしゃるということでメールを送りますので終わります それでは皆さんおやすみなさいまだお腹空すいちゃったので何か食べますということでおやすみなさーいまたいつかあ明日も配信するかもなのでフォローと通知をよろしくお願いしますそれではバイバーイおやすみなさーいピースバイバーイ